して会議に間に合わなかったんですか？どうして为什么会議開会間に合わなかった是来不及赶不上的意思。为什么赶不上开会呢？请跟着老师念过一遍。どうして会議に間に合わなかったんですか？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 新幹線が遅れたんです。新幹線遅れたんです。迟了、晚到了。因为新幹線晚到了。请跟着老师念过一遍。新幹線が遅れたんです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 。接下来、请看例题九。どうして成績が悪かったんですか？どうして、为什么成績、成績、悪かった、不好、坏的。为什么成績不好呢？请跟着老师念过一遍。どうして成績が悪かったんですか？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 全然勉強しなかったんです。全然、完全没有。勉強しなかったんです。因为没有完全读书，完全都没有读书的意思。请跟着老师念过一遍。全然勉強しなかったんです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 。接下来我们看例题十。どうして晩ご飯を食べないんですか？どうして为什么晩ご飯晚餐食べないですか？不吃呢？为什么不吃晚餐呢？请跟着老师念过一遍。どうして晩ご飯を食べないんですか？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 まだお腹が空かないんです。まだ是还没。お腹、肚子、すかないんです。不饿。因为肚子还不饿。请跟着老师念过一遍。まだお腹がすかないんです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 。接下来我们看下面的句型。下面的句型是一样动词的普通型加上嗯ですが，后面用て型加くださいませんか，或者是ていただけませんか，表示在前面先说明了原因理由，后面呢再提出所请求或者是要求的动作。请看第一个例题。この漢字の読み方がわからないんですが、教えてくださいませんか？この漢字、这个汉字、読み方、读法、わからないんですが、因为不懂的这个汉字的读法、所以先说明了原因。が、后面用请求、要求。教えてくださいませんか？可以请你教我吗？因为不懂这个汉字的念法，可以教我吗？请跟着老师。